ワボンシー軍はアメリカ合衆国カンザス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7053人であり、2000年の6885人から2.4%増加した。軍庁所在地はアルマ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ワボンシー軍は小2位軍など前後軍でトピカ大都市圏を構成している。 2009年推計の都市圏人口は23万824人である。軍名はポタワトミーゴで夜明けを意味するワーボン製から来ている。ワボンシー軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、 食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は799.80平方マイルであり、このうち陸地は797.38平方マイル、水域は2.41平方マイルで、水域率は0.30%である。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ワボンシー郡は13の郡区に分けられている。郡内の都市はどれも政治的に独立とはみなされず、郡区の数字のすべては都市の数字を含んでいる。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、 軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。